どうも、歯医者の野上です。前回はビタミン D っていうののまず特徴ですよね、日光ホルモンと言われるようにホルモンのような働きをする、しかもスーパービタミンっていう名前がついてるぐらいいろんな働きをするっていう話をしました。で、今回はテーマにあるようにインフルエンザなどの感染症とこのビタミン D の関係を深く掘り下げていきたいと思います。1月から2月っていう時期は実は日照時間一番短い期間なんですよね。ビタミン D は日光ホルモンですから日光の影響をすごく受けるわけで、この時期というのは血中のビタミン D 濃度が一番低い時期なんですね。しかも外出自粛がありますよね。そうすると外出の機会が減るわけで、今一番血中のビタミン D 濃度が非常に低い状態になっているということなんですね。インフルエンザっていうのが一番流行するのがだいたいピークが1月から2月ということで、ビタミン D の血中濃度が少ない時期と実は一致しているわけですよね。そういうことを考えたときに、このビタミン D をしっかり取ることで、免疫力を増強しようというのがね、今日のテーマなわけです。そして今回はこれ、病気を遠ざける1日1回日光浴、日本人は知らないビタミン D の実力という本を参考に喋らせてもらいたいと思います。ビタミン D というのをしっかりとるとインフルエンザなどの感染症の対策予防になるというのはいろいろ報告されているわけです。最初にちょっとそれを説明しますね。これは例えばなんですけど、こんなのがあります。東京慈恵会医科大の国際研究チームの研究では1万人以上のビッグデータをベタ分析して次のようなことを言ってますね。ビタミン D サプリメントを内服することによりプラセボと比較してインフルエンザや気管支炎、肺炎などの急性呼吸器感染症の発症が約2割少なくなったっていうふうに報告。特に血中ビタミン D が少ない人が摂取すると発症が約7割少なくなったということが明らかになっているんです。7割すごいですよね。もともとビタミン D 不足の人がより効果があったということですね。で、これ以外にも様々な報告がされているわけです。昨今新型コロナウイルスっていうのが問題になってますが、あれもそうなんですが、血中ビタミン D 濃度が低いと新型コロナが重症化しやすく死亡率が高くなる可能性があるっていうことが世界中の研究者から今報告されているという現状があるんですね。免疫力とこのビタミン D というのがすごく関係してるんですね。で、実際 WHO でも上気道炎予防にビタミン D の摂取というのを推奨しているということなんです。じゃあどんなふうにこのビタミン D が関係しているのか、ビタミン D の免疫調整作用ということについてちょっと喋らせてもらいたいと思います。ビタミン D っていうののまず一つ、これ大きく2つあるんですけど、一つは抗菌作用があるんですね。抗菌作用、要はウイルスとか細菌を倒す力があるんですけど、これはね、実はどんな風になっているかというと、ビタミン D から抗菌ペプチドっていう細菌とかウイルスを倒す、分かりやすく言うと天然の抗生物質みたいなものができる、作ることができるってことなんですね。これはすごいことです。で、昔から例えば結核っていう患者さんに、結核療養施設サナトリウムですね、そういったところで治療の一環として日光浴というのをしてたんですね。一定期間、一定時間日光浴をしてると治療効果が確かに上がるんですよ。でもそれが長年の間なぜ治療効果があるのかっていうのは実はあんまり分かってなかったんですが、このビタミン D の日光ホルモンとしての働きですよね。つまり日光浴をする、そうするとビタミン D が体で合成できる、そのビタミン D から天然の抗生物質を作ってて、それが結核菌を排除してたというメカニズムがこれ最近分かってきてるってことですね。そういうようなもう画期的な抗菌作用というのがまずビタミン D にはあるということです。で、菌を倒すっていうのは一見良さそうですけども、ある意味で危険なところもあるわけですね。菌を倒すということは分かりやすく言うと、菌を倒すときに体の中ではこの炎症反応が起こってるんですよ。そうするとどうなるかというと、
まあ、白血球とかの影響なんですけど、最終的にそうですね、赤くなったり腫れたりして、まあ、簡単に言うと組織にダメージを与えてるんです。もし抗菌作用だけだったら炎症反応が進む可能性があるんですが、このビタミン D の面白いところは、一番の抗菌作用と実はもう一つ抗炎症作用も合わせ持ってて、この2つの作用があるということなんですね、うん、抗炎症作用っていうのは、まあ、簡単に言うと炎症を鎮める作用があるところです。以前炎症と抗炎症ということに関して詳しく喋った動画があるので、またそれを参考にしてもらったらいいんですけど、オメガ6系とオメガ3系のこのバランスをしっかりとっていくっていうのが、実は抗炎症と炎症に関しては大事という話をしてるんですが、ビタミン D というのはその2つのさらに調整役をやってるということなんですね、うん、つまりインフルエンザの感染症の対策として、この抗菌作用と抗炎症作用の2つを持っていることがすごく大事なので、まあ、脂肪酸バランスに加えてこのビタミン D というのをね、しっかりとっていくことが大事じゃないかなっていうふうに言われているということですね。で、1月から2月っていうのは一番血中のビタミン D 濃度が少ない時期なんで、こういう時期にインフルエンザとか新型コロナから身を守るためにもね、血中のビタミン D 濃度を上げていく必要があるんですね、うん、って見た時に、まあ効率的にね摂取する方法がありますので、それを今からね喋っていきたいと思います。効率的に、ビタミン D を摂取する方法というのは大きく3つあるんですね。1つは日光浴をする、2つ目は食事から摂る、3つ目はサプリメントで摂るっていうことなので、この3つについてね順番に喋っていきたいと思います。まず日光浴をするということなんですけど、まず日光浴の前にもう一度この図をねちょっと見ていただきたいんですけど、皮膚に紫外線 UVB が当たってコレステロールから作られていくわけですよね。ということは、まずコレステロールが低すぎっていう人がいたら、まずコレステロール値を上げていかないといけないんですよ、っていうのがまず第一条件ですね。コレステロールがしっかりある程度あって、皮膚がビタミン、紫外線に当たって出てくるというので、まずはコレステロールというのがしっかりとってるっていうのは大事ですね。で、次に、まあ、日光に当たる時間なんですけども、だいたい正午あたりの1日20分ぐらいを目安にちゃんと当たっていただければ大丈夫ということです。で、気をつけないといけないことは窓ですね。紫外線のこの UVB っていうのは窓からには入ってこないんですよ。ということは屋内にいたら実は、ビタミン D が合成されないんですよね。だから屋外に行かないといけない、まずこれが一つ。それからあと日焼け止めクリーム、紫外線が怖いからといって紫外線のこうクリーム塗ってますよね、日焼け止めクリーム、それを塗ってるとビタミン D が合成されないので、特に女性の方はビタミン D が欠乏しやすい理由はこういうところにもあるということですね。あと日光浴っていうことは大事なんですけど、個人差が結構あるんですよ。個人差の一つは日焼けの度合いなんですね。日焼けをしすぎている人はビタミン D が作りにくいというふうに言われてますね。それが一つ目。二つ目は体脂肪量ですね、うん、ビタミン D っていうのは脂溶性ビタミンなんで油に溶けていくわけですよね。だから、ビタミン D っていうのを取った時に、まあ、要は肥満の人っていうのはビタミン D が、脂肪の中に蓄積されすぎていって血中に出ていかないので、血中のビタミン D の濃度が下がっていくと、まあ、いうことなんですね。これが2つ。それからあと加齢ですね。年を取っていくとこの食べ物から取るビタミン D に関しては問題ないんですけども、この紫外線からこのビタミン D を作っていくっていうことに対して、実は若い人より減っていくので、まあ、高齢者の場合、まあ、大体成人の3分の1以下になるというふうに言われてますので、まあ、こういった、まあ、3つの点ぐらいがありますので、そういう個人差を含めて、まあ、日光浴の度合いをね増やしたり減らしたりっていうふうな感じでしてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、2つ目は食事から摂るということなんですけど、主にビタミン D3 とビタミン D2 ということに言うと、このビタミン D3 というのを食べ物から摂る場合は、まあ、大体は魚ですね、魚類が多いと思います、うん、で、この魚なんですけど、魚は、
タンパク質としても優秀ですし、それからオメガ3系の脂肪酸も豊富に含んでいるので、まあ、そういう意味でもね、魚を積極的に摂っていって、まあ、ビタミン D3 を摂っていくということが一つですね。あともう一つはビタミン、この D2 に関しては大概キノコ類とかに入ってますよね、そういったものを摂っていただければいいんですが、まあ、気をつけていただきたいのはベジタリアンの方ですね、ビタミン D っていうのはいわゆるベジタリアンの人はね、摂りにくいわけですよね、まあ、その辺はちょっと注意していただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で3つ目、サプリメントへ摂る。まあ、丸1と丸2を基本にしていただいたらいいんですけども、先ほど言いましたけど日本人の8割はね、あのビタミン D の不足というのを言われてますし、特にこの冬場ですよね、一番日光が当たらないっていうこともありますから、ビタミン D が不足しやすい、まあ、それを補うのにサプリメントが必要になってくるという場合も多いわけですよね。でそうした時に、まあ、どういったところに気をつけるかっていうことだけちょっと喋っていきたいと思います。とりあえず3点だけ喋りますね。まず1つ目はマグネシウムと同時に摂ってほしいんですね。先ほどビタミン D っていうのはこの説明の通りなんですけど、最終的に活性型ビタミン D になるときに、肝臓でも腎臓でもこのマグネシウムっていうのが必ず必要になってきますので、サプリメントで選ばれるときはこのビタミン D とマグネシウムが同時に摂れるようなサプリメントを選んでいただいたらまずはいいんじゃないかなっていうふうに思います。で2番目なんですけど、過剰摂取がやっぱりちょっと、まあ、ビタミン D は大概大丈夫なんですけども、まあ、やっぱり脂溶性ビタミンというのは蓄積されていきますから、あまり過剰になってくると高カルシウム結晶とかになる可能性もありますからね、まあ、そういう意味で、まあ有害となってもらうと困りますので、ビタミン D の過剰摂取は食べ物で起こることはまずないので、サプリメントではそこをちょっと気をつけてください。あと最後に品質なんですけど、品質を選ばれるときはこの CGMP 基準っていう、まあ、アメリカのサプリメントの品質基準で非常に高い基準があるので、まあ、日本はねあまり基準が低いんですよね。高い基準をしっかり通ってるサプリメントを選ばれるのがおすすめですということですね。まあ、今回はインフルエンザ対策ということに対して、まあ、あと新型コロナですね、そういう感染症に対してこのビタミン D がどれだけ有用かという話、それから紫外線が当たらなくなった時期にビタミン D というのが不足しやすい、特に外出自粛っていうのがあるとビタミン D の血中濃度が非常に下がりやすいので、まあ、その対策なんかを喋らせてもらいました。これが皆さんの感染症の対策としてね、役に立っていただければいいなというふうに思います。まあ、これからもね、栄養のことであるとか体のことであるとかいろいろまた配信していきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではまた次回。